上司がいるんですけど、その上司のことを歌ったのが最初に。で、なんとかね、その60万円のローンも払い終わった後に、6万円のテレキャスターをですね、2年ローンで買った上司の歌なんですけど、そのテレキャスターで、毎晩ですね、ミシェルバンエレファントを部屋で流して、爆音で流して、それにこう自分でこうリードギターをつけたやつを動画で撮って、次の日俺に見せてくるっていう、そういう上司なんですけど、ローンで買ったギターとか。ローンで買ったギターがあればガールズバーになんてもう行かない、あの子と会えなくなったって、歌の中でならすぐに会えるから、ローンで買ったギターがあれば自粛要請が出たって俺は大丈夫、こんな眠れない夜はつい思い出す、あの子のことは歌にして、仕事から帰ったらラジカセフリーボリュームで誰も知らない夜のステージに、お前がいればそれでいい、色のテレキャスター、今夜の相棒はそうだキース・リチャーズにしよう、ローンで買ったギターがあれば会社で後輩に怒鳴られたっていいよ、そんな夜は泣きたくもなるけど、お前を抱きしめ眠るんだ、ローンで買ったギターがあれば上辺ばかりの友達なんてもういらない、笑われたっていいよ、みんな知っている、かわいそうなのはお前の方だと、仕事から帰ったらラジカセフリーボリュームでこの部屋だけど今はステージだけど寂しくなんかないんだぜ、ローンのことは置いといて、星の降る夜を今は駆け抜ける、8ビートでジョニー・ウィンターと、この部屋じゃ俺がウィルコ・ジョンソンだ、ローンで買ったローンで買った俺のテレキャスター、くらいになんかばったりその上司と会ったんですけど、ローンでアコギを買ったって言ってましたね。2人でこうユニットなんかも組んでたりして、その上司のことを歌った歌が全部で3曲あるんですけど、それで横でギターを弾いてくれたんですけどね、自分のことを歌にされてるなんてことは全然気づきもしないんで、弾いてる姿がけなげで、僕は大好きですけど、先週、里帰りしまして、今京都に住んでるんですけど、実家は千葉県の市川市というところで、僕のこう地元の駅がですね、武蔵野線の市川大野駅という、本当に何もないつまらない、駅なんですけど、そこから歩いて10分くらいのところに僕の実家があるんですけど、その歩いてちょっと中間くらいですかね、ラーメン屋、連山飯店というラーメン屋があるんですけど、
もちろんそのラーメン屋は僕がこうもう生まれた頃からもずっとあって、もう多分40年50年続いてる老舗の町中華の店で、まあ、我が家で外食というとその連山飯店に行ってたんですけど、ちっちゃい頃からこう地元に帰るとこう懐かしくなってね、そこの別に大してうまくもないんですけど、食べたくなってこう行くんですけど、先週こう久しぶりにこう行きましてね、年に1回ぐらいしか、ね、地元にも帰らないんですけど、ツイッターに、久しぶりにこう連山に来たっつって、ラーメンとチャーハンをこうあげたらですね、武蔵野線の市川大野駅のなんかこうツイッターのアカウントがあるみたいで、なんかフォローされましてね、市川大野駅からフォローされたんですで、結構あの市川大野駅っていうのをこう結構検索して、市川大野駅のこう話題をこうツイートしてる人たちにいいねをしたりこうリツイートしたりするようなんですけど、もう昨日どこのドイツか知りませんけどね、こうツイッターでハッシュタグをつけてね、武蔵野線のいらない駅って言って、市川大野駅と船橋法典駅って言ってこう上げてる人がいて、理由は降りないからって言ってツイッターで、ね、やってる人がいて、すかさず、降りる人がいないって言って上げてたんですけど、すかさず市川大野駅の子がですね、いますってこうコメントしててね、船橋法典駅は、よくなこうな、中山競馬場があるって言ってこう擁護するコメントがこう殺到してたんですけど、市川大野駅はこう誰にも擁護されないでですね、まさかその人もね、市川大野駅本人からね、こうやっていますって突っ込まれると思ってなかったんでしょうね、何もコメントをこう返せずですね、いいねをそれに留めてましたけど、まあ、市川大野ですね、僕も生まれ育った町なので、ね、こう町おこしじゃないですけど、こう頑張っていろんな人に来てもらえる、まあ、別に何の用事もないと思うんですけど、売り込んでいかなきゃいけないなと思って来年は頑張っていこうかと思ってますけど、そのこれラーメン屋の連山飯店という歌を、地元に帰るといつも思う、俺がガキの頃から全然変わらないよな、連山飯店のおじさんとおばさん、おじさんは巨人の駒田に似てた、おじさんが鍋を振って作るチャーハンを超えるチャーハンを俺はまだ知らない、長髪の息子がいつも手前をしてた、梨畑ばかりの街をかぶ走らせ、よくクワガタを取ったあの林や、ザリガニを釣ったあの池もいつの間にかなくなり、そんな風に姿形を少しずつ街は変えていったけど、連山飯店は今日もしているさ、日曜日の夜に行っちゃったりすると、今も練習終わりの野球部のコーチたちがいて、もう20年前かと懐かしそうに、そろそろお前もコーチになれよと、お母さんが残業で遅くなる日はばあちゃんと妹と3人で行ったな、いつも頼めないオレンジジュースをばあちゃんは決まって頼んでくれたっけ、駅前にあったパチンコ屋や確かにあった本屋さんもいつの間にかなくなり、新しい家が立ち並び、形を少しずつ街は変えていったけど、連山飯店は今日も多分変わらず営業しているさ、連山飯店は今日も多分変わらず営業
をしているよ。うまくもないあのラーメンが地元に帰ると無性に食べたくなって吸い込まれるように五連をくぐれば昔から変わらないこの連山飯店、値段は少し上がったけれど、ありがとうございます。連山飯店してもラーメン470円。そんなね、関東出身の僕ですけど、20代の頃は上野のアメ横というところでずっと働いてまして、そこに、これもかなりの老舗なんですけど、満腹というとんかつ屋があるんですけど、そのとんかつ屋の歌を日の当たらない路地裏のずっとずっと奥の方、青白い顔した親父が二人寄り添いながらハムカツあげる、ハムカツあげる、あげる、あげる、ハムカツあげる。日の当たらない路地裏のずっとずっと奥の方、揃いの白衣を着た二人が喧嘩しながらハムカツあげる、ハムカツあげる、あげる、あげる、ハムカツあげる。毎週しっかり水曜休む、水曜休む、休む、休む、水曜休む、ハムカツあげて喧嘩して休んでハムカツ、あげる。ありがとうございます。まだ照明を変えるほどの曲でもないと思うんですけど。
ただいまも言わず自分の部屋に閉じこもって偉そうにしてた。それでも帰りなさいって言ってくれる家族がいたって俺は知らん顔。ワン、ごめんなさい。たまに帰ってきたってただいまも言わず自分の部屋に閉じこもって偉そうにしてた。それでも帰りなさいって言ってくれる家族がいたって俺は知らん顔。玄関開けたらばあちゃんの部屋の匂いが少しだけ残ってた。ばあちゃんがこの家を旅立った時でさえ俺と来たらこんな家出てくそればかり。ガキの頃からある近所のラーメン屋もう家族みんなで行くこともないけど、のれんの向こうに今でも時々野球部のコーチや幼馴染がいるよ。みんなこの街で暮らしてたんだな。そんな当たり前を俺は忘れてた。俺の家族だってずっとこの家で暮らし、俺の知らない大切なものを積み上げてたんだな。高速バスが夜を走る、眠れない俺を乗せて東京の街へと。いつの日かこの街にまた戻ってこなきゃ。年末の上野の街は大忙しで、まるで猫の手も借りたいくらい大声張り上げて声も枯れ果てて、真っ白な息をみんな吐き出してる。俺もこの店で働いてたのか、もう10年も前の話だけど、馴染みの顔が今も並ぶアメ横は10年前のこともついこの間の良さ。同級生はみんな少し老けたけど、お嫁さんもらって子供もできて、そんな噂ばかり帰るたびに聞かされ、お前はどうなんだなんて言われ口を持ってしまう。バイトからバイトへのその場しのぎの旅で、手にした自由で俺は何をしていたんだろう。いつになってもガラガラ声で歌う、あのおじさんみたいには強くは生きられないよ。夜を走る、眠れない俺を乗せて東京の街へと。いつの日かこの街にまた戻ってこなきゃいけない日も来るのかな。ばかりしてた俺が小学生の頃に、学校に呼び出され頭下げてた母の年を、こんな今の俺が追い越そうとしてる。ああなんて俺は生意気なガキなんだろう。もしもやり直せるならもうこんな生活は嫌だけど、後悔はしてない。今住んでる街が好きだから、俺がこんな風に好き勝手やってこれたのは、いつだって帰れる家がここにあったから。
か夜を走る眠れない俺を乗せて東京の街へと一分の日がこの街にまた戻ってこなきゃいけない日も来るのかな狙ってるとかそういうわけじゃない。いつもやってるんですよ。狙ってるやろ。さよなら暴走戦士というロードウォーリアーズという二人組の歌です。
上空に降って パワースラムでマットに叩きつけて 怖くて強くて大きくて 本当は優しいプロレスラー ペイント姿で行っちゃった あの日ケンスケ泣いてたけれど今頃向こうで大暴れ きっと二人でリングの上で今でもみんな子供のままでリングの二人を夢で見てる12月のなんかフラフープス君というなんか長岡京に住んでる友達がなんか2ヶ月ほどなんかイタリアに行くらしくてそんな送り出すかっていうのがよくわかんないしなんか呼ばれちゃって別になんか仲いいわけでもないんですけど僕もなんか佐藤君も言ってましたけどなんか辛かったらもう歌って帰ろうかなと思ってますけどよかったらやらせてくださいそんなこと言う必要ないですもんね、まあ、じゃあ最後に、プロレスの歌をもう一曲歌って終わりにしたいと思います、ありがとうございました子供の頃おばあちゃんの家に行くとおじさんの部屋に山と積まれたプロレススーパースター列伝を狂ったように読んでいた俺ドラム缶をベアハックするハンゼン東洋の神秘グレート歌舞伎猪木を襲ったタイガージェットシーンに千の顔を持つミルマスカラス最後の方のページに載ってた選手名鑑を何度も何度も読み返しこいつとこいつならどっちが強いいろんなことを妄想して一人ワクワクしてた勉強もしないでプロレスばかりの俺を両親はいつも心配してたこれから俺の息子が何をしたって俺には何も言えないと今になって思うよ授業中ノートにグレートムタって漢字で書いてたそれを小出先生に見つかって引っ叩かれた巨人の腹やクロマティよりも仮面のリーダーなんかよりあの頃俺が好きだったのはラッシャー木村や星中四郎や木村健吾やスコットノートンやアントニオ猪木あれから随分時は流れて忘れていたけど噂で聞いたよプロレススーパースター列伝はデタラメな話ばかりだとそれでも俺は信じているんだよプロレスラーは本当は強いんですとUFC の勝利者インタビューで桜庭和志が言ってた言葉をありがとうございました第1週でした、もう一回やって
ますんで、はい、気が向いたら見てください。阪急沿いのアパートで君と二人で暮らし始めてもうそろそろ2年、ガタゴトうるさかった電車の通る音にもすっかり慣れた。今日この頃二つの暮らしが一つになって、ほんの小さなことも譲り合えずに喧嘩ばかりの二人の暮らし、こんなはずじゃなかったと君も思ったはずさ。半年も続かない俺のバイト暮らし、君と出会ってとうとう就職もした。仕事から帰って一緒にご飯食べながら上司の愚痴ばかり君にこぼしてはいるけれど、引き返せない、もう引き返さない。阪急沿いのアパートで君と暮らしていくのさ。君のお腹も少しずつ膨らみ始めて、ほら今動いたよなんて嬉しそうに俺に言う。俺の母さんもかつてこんな風に自分のお腹の中で俺を感じていたんだな。誰だっていつかはみんないなくなるんだと頭の中では分かってはいたけど、俺はいつも自分のことばかり考えて家を飛び出し10年、気づけばもう20年、残された人に何ができるだろう。こんな年になってようやく気づき始めた。早すぎることなんて何もなかったけれど、遅すぎることは確かにあるんだと。引き返せない、もう引き返さない。阪急沿いのアパートで俺に何ができるだろう。一人タバコに火をつけて、バタバタ走る阪急電車ぼーっと眺め、みんな言えない過去を抱え生きているのかな。人生ってなんだ、幸せってなんだろう。そんな風に、ああそんな風に、やるせなくたって死ぬまで生きていくのさ。引き返せない、もう引き返さない。阪急沿いのアパートで今日も君と二人で、これからは3人で。ありがとうございました。